今度は東京都中野区リポーター名じんちゃんさんからいただきました。閉館するサンプラザ中野の風景です。テレビ局が撮影していました。今日は真っ青の空、湿度が低めで風が爽やかな日ですといただきました。サンプラザ中野って閉館してしまうんですか？知らなかったです。行ったことないな。サンプラザ中野今日で閉館ということで、そんなラストを見守りに行ったということですね。行ったことがなかったです。なんかイベントとかね、ライブとか行われてるってことですよね。あ、ライブで何回も行ったなっていう方もいらっしゃって、思い出だったりね、馴染み深いっていうところがね、ある馴染みがあった方もね、多いかと思います。悲しいですね。いや、行ったことはないですけれども、必ず名前は聞いたことありますし、有名知っているので。そっか、そうですか、寂しいですね。何になるんだろう。新しく生まれ変わるとかいう、そういう雰囲気でもないってことですもんね。そっか、テレビ局の方も行っているということで。そう、私アルバイトはそういうサンプラザ中野が今日閉館ですとかいうニュースを一本作る時のその映像素材を撮るアルバイトだった。そうそうそう、なんかカメラマンさんの方がいて、私はそのコードを持ってみたいな、そう、補佐みたいな感じだったんですよ。あ、高層ビルになるんですね。そっか、オフィスか。でも需要あったはずなんですけどね、寂しいですね。そっか、じゃあ今日ね、最後、そんな最後の姿を見に行かれるっていう方もね、いらっしゃってるということです。確かにね、人も結構いらっしゃってますね。